じゃあ、金丸追求店の大石です。私はですね、今こちらに来ております。日沼川にあります、こちら大抜き橋ですね。そちらに来ております。2日前にですね、大雨がありまして、水位がかなり上がってきたんですけど、こちらの方の大抜き橋周辺でもですね、水位が今日は上がって、だいぶね、落ち着いてきたんですけども、こういう形のね、少し濁りがね、ありますけども、かなり落ち着いた感じですね。落ち着いてますね。で、これからですとね、ハゼとか、セイゴとか、そういうのもね、釣れる、ポイントになってくるんですけどね。今日はですね、15時ね、40分を迎えたわけなんですけど、今日は大潮ということで、15時55分ですね。これから、上がっていくっていう感じですかね。こういう感じね。かなりね、水位が落ち着いてるということですけど、少しね、まだ、水位はね、普段よりかはちょっと高いかなという感じですね。こちらでね、釣りをされてる方もね、いますからね。普通にこれからですね、釣りを、ハゼとか、セイゴとかね、釣れるポイントになりますからね、こちらは、いいかなと思います。やはりですね、これからやっぱりその、ポイントっていうのもね、やっぱこう、重要になってくるんですけども、ゴミとかね、そういうね、地域のね、住民の方々に迷惑のない形でね、釣りの方もですね、楽しんでいただければ、皆さんもね、釣りのポイントなんかもね、どんどんこう、狭まってしまっているね、状況なんかもありますからね。そういうのをね、ちょっとしっかり、自分でね、出したゴミはこう、守るとね、そういうのをこうやっていくと。そうですよね。はい。ということでですね、こちらの大抜き橋のね、状況をお届けいたしました。